ことやってないよ、うん、どうしたのこの時間に。え、これか。いや、これかってさ、もう来てる玄関。もういや、牛じゃないって。まあまあまあ、ちょっと待ってね。はい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 、分かった、今行きます。はいはいはい、近所迷惑だよ。はい、前に電話しない。電話したでしょ。玄関だ。あの嫁さんがどうしたんですか、こんな時間に。買い物のついでにね、ちょっと買い物。うん、あ、打ち合わせの時にさ、美容師さんに言われたんだよ、うん、結婚式の前夜は化粧水もパックして十分睡眠とってくださいって。十分夜更かししてるし、だから結婚式場のホテル取ったんでしょ。だって仮設から式場向かうの嫌じゃん。ヒロニーも泊まればよかったのに。あ、俺は明日母さんたち迎えに行かなきゃなんだから。あ、そっか。あ、いや、でね、化粧水のパック切れてたからコンビニだな。お茶どう。眠れなくなりそうだな。こちら、ローズヒップにハイビスカス入り、ビタミン C たっぷりのハーブティーでございます。お肌にもよろしいんですよ、お客様。何者。花婿さんこそ何してたんですか。うん、あ、まあいろいろ準備だよ。準備ね。あ、ヒロニー、サプライズやめたよ。サプライズって。ウェディングケーキの中に隠れるとか。ドリフターズかよ。もうさ、これ以上驚くの嫌なんだよね。パンちゃんせえよ。なんかね、昨日変な夢見たんだよ。うん、どんな。結婚式始まってんのに、新郎がいないのね、うん、で、一人でウェディングケーキをカットすると、うん、ケーキの中から新郎が、お待たせー。そう。え、あ、そうそうそう、マジ。てかさ、夢だから何でもありなんです、うん、でもね、気がつくとなぜか花嫁が二人いるのね。二人、うん、二人ともメールかぶってて、うん、同時にメールをあげるとあっちは、あっちは私。あっちも私なの、鏡に映ったみたいに。ドッペルゲンガじゃない。やだ。そうかさ、夢だから何でもバギーなんでしょ。わー、きれー。わー、酸っぱ。山形のおじさんたちは？もう寝てる。あ、ね、夕方ホテルで食事会したの。おー、いいな。すんごい楽しみにしてるよ。まだおじさんたち子供いないからさ。よかったな。で、その時にね、おじさんに、最近、夏美のお姉ちゃんの婚約者と結婚するからっていろいろ言う人もいるかもしれないけど、何も気にすることねえからな、俺たちは応援してるからな、きっと夏美も祝ってくれるよって。祝ってくれるかな。祝ってくれるよ。ねえ、ヒロニー。うん。お姉ちゃん帰ってきたらどうする。何言って。真剣な顔。はい、さあちゃ ん、 ん、はい、不安な。全然、ごめんね。もう帰ってこないよ。帰ってこない。ねえ、ヒロニー、このままさあちゃんヒロニーでいいのかな。あ、仮にも夫婦になるんでしょ。いや、仮にじゃないだろ。明日、本当の夫婦になるんだから。だよね、うん、うん、あなたとか呼ばなきゃならんかね。え、ねえ、あなた、あなたってこういう感じ。ねえ、あなた、あ、いや、やめてやめて、なんかすごいむずい。いやー、あなた、まあ、明日からだってし。なっちゃうね。
でしょ、経験入るの。いや、そうじゃなくて、追加してもらったんだよ、寮に。ああ、何、出席者増えたの。まあ。何？4人分かな。ヒロ兄の友達？みんなにも祝ってもらおうって思ってさ。それで追加したんだ。うん、まあ竹田みたいなもんだけど、ちゃんと席用意してあげようって思って。これお父さん。そう、でね、こっちお母さん。ヒロに書いたの。うん、似てるね、お父さん。いや、マジにしろってきてさ。ほら、家族会議で初めて会った時。ああ、ここのほくろでしょ、うん、ちっちゃい頃のあだ名がね、大仏、仏像、あと、マサオ。マサオ白樺青空に千正雄かよ。そう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 。あ、でもさ、このほくろでお父さんって分かったんだから、うん、一緒に見つかったのもお母さんでね、うん、なんで一緒に見つからなかったんだ、夏美は、うん、絶対一緒だったと思うよ。あの日は家族会議の予定だったし。多分、うん、どこ行っちゃったんだろうな、一人だけ。沖縄。沖縄？うん、震災から1年ぐらい経ってさ、うん、こっちの船が沖縄で見つかったっていう話あったでしょ。うん、あったな。だからね、うん、お姉ちゃんもあっちの方に流されたんだって思ってるんだ。沖縄か。だったらあったかくていいかもな。夏に寒がりだったもんな。あんな遠くまで流されたんだったらさ、うん、どんなに探したって見つかんないはずだもん。そうだな。あ、それにね、うん、沖縄にはニラ行かないがあるから。ニラ、レバイだね。ニラしか合ってないし、そして面白くないし。悪かったな。沖縄の遥か東にある天国、ニラ行かない。そこは、生きていてはたどり着けない場所。お姉ちゃんはね、ずっと流されてニラ行かないにいるんです。で、そこでは亡くなった人が守護霊になって、家族の幸せ祈ってるんだって。だから、お姉ちゃんも見守ってくれてるって、そう信じてるな。一人で踊ってたりしてな。ダンス？うん。一人じゃ踊れないでしょ。だよな。ごめんね。何も。いや、足すくんじゃってさ、遺体安置所の入り口で、どうしても中に入れなくって、ヒロ兄が見つけてくれてさ、お父さんとお母さんのこと、本当は私が見つけてやんなきゃいけなかったのにね。たった一人になった家族なんだもんね。一人じゃないよ、まあ、俺だって家族だって思ってるし、明日は本当の家族になるんだから。ごめんね、弱っちゃって。減るわけなんかないって。さあちゃんは送信の時だって一回も泣かなかったでしょ。だって私がしっかりしなきゃ。もしかし、それにさ、お姉ちゃんいつも言ってたじゃん、人間は悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しいんだ。そうジェームズだけ説だよな。楽しいから笑うんじゃなくて、笑うと楽しくなる。いつも言ってたな。やっぱ言ってた。ああ、ねえ、これ以上悲しくなりたくないもんね。無理しても笑ってなきゃね。だな。いやさ、でもびっくりしたよ。何？ほら、家族会議って。あ、そう、うん、うち昔からやってたよ、節々に。節目節目でしょ。それじゃまるで関節痛いみたいじゃん。それでは、桜田家の家族会議を始めます。この度、浜田博之君と夏美が結婚することになりました。新しい家族が増えます。みんなで祝ってやってください。よく覚えてるね。初期ですから。ひろゆきくん、夏美、おめでとうさん。それでは初めにひろゆきくんから一言ご挨拶をお願いします。浜田、ひろゆきです。
ずに、佐藤は大学のダンスサークルで知り合いました。やがてダンスのパートナーになりました。これからは人生のパートナーとして二人で。笑うかって。おい、一週間かけて考えたんだろ。一週間考えたらね、ダンスのパートナーからの人生のパートナーってありがち。センスないよね。うっせえ。いいんだよ、ダンスは俺の青春だったんだから。ごめんごめん、早く青春ね。あ、でもさ、ダンスのコンテスト一回だけ応援行ったことあるよ。ほんとさ、なんかすっごいテンポ上げびっくりしたよ。まあ俺たちはバトルダンスだから。ね、本当にキュピタイのパートナーだったよね。ごめん。なんで謝るの？だってなんかごめんね。ね、覚えてる？何？お父さんが最後にひろゆき君に一つだけお願いがありますって言ったの。一度でいい、娘を奪っていく君を投げ出せろ。さだまさしか。私は古い人間だから、お願いだから結婚式までは子供は作ってくれるなってさ、今時さ、子連れでバージンロードを歩く人だって珍しくないんだからさ。でさ、あの日は緊急招集だったんだよね。いや、震災の日、家族会議。私はさ、大学の授業を終わって、で、福島からこっち向かって、あ、お茶もいいよ。で、ちょうど仙台着いたところで地震にあって、うち着いたの2日後だったんだよね。ヒロにも参加する予定だった。まあ。あの鍵だったんだよね。こちらこそ。送ってくよ。ありがとう。でね、さっきさ、4人分って言ってたよね、料理。お姉ちゃんとお父さんとお母さんでしょ？あともう一人は？あの日、震災の前の夜に夏美がこの部屋に来て、もう結婚できないかもしれないって。どうしたの？子供ができたって。とりあえず二人でお父さんに謝りに行った。お父さん怒った？いや、まあ新しい家族がもう一人増えるだけだからって。おめでとうさんって言ってくれたよ。明日、最強呼んで、また家族会議開いて、みんなでお祝いしよう。だから。
これから桜田家の家族会議を始めます。明日浜田博之君とさゆきが結婚します。それでは博之君から一言ご挨拶をお願いします。遺体安置所で家族を探すということは、何百人の仏様と向き合うということです。突然人生を奪われた人たち、どんな夢があったんだろう、どんな思いが残ったんだろう。だから僕は残された命なら思うがままに生きよう。一人残されて必死に生きている。さゆきと家族になろうって思いました。佐伯、おめでとうさん。おめでとう。さゆちゃん、さゆ、おめでとう。泣いたって。いいんだよ、無理に笑っちゃって。びっくりさせんなよ。もう
めっちゃ似合うね。そんなに命を絶ったっけ。泣き顔見せたくない。さあちゃん、明日が今日になったよ。本当だ。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。でね、司会が新郎新婦の入場ですって言うとスポットライトがなぜかケーキに当たる、うん、そうするとケーキの中から2人がお待たせー。え、それマジでやるの。うん、それからそれから、うん、それから前に歩き出す。うん、胸を張ったな。笑顔でね。Thank you.
もう最近ね、お風呂入るとね、はい、いい出汁取れるんだわ。もうやめてくださいよ。大丈夫大丈夫、ちゃんと食べてるから。本当ですか？あなたほどではございませんが。いや私も昔ほどじゃないですけどね。あら、そうなの？はい、うちの作り置き空っぽにしたレジェンドだよ。あでもさ、もう高校生という話ですからね。自己ベスト更新しない。だからもう無理ですってば。あの時が全身胃袋だっただけですよね。全身胃袋？全身胃袋ですか？ちょっと早すぎません？何？時間まだ30分前ですよ。ああそう、ちょっと間違ってさ、待ち時間早く切っちゃった。おお、相変わらずすぎんですけど。ああ、のびりできたからよかったよと。そうですか。うん、で、なんで水族館です？待ち合わせ？はい。まあ、よく来るから。微妙に答えになってないよ。あ、なんかカフェとかの方がよかった。いや、十分。まあ、いいんですよ。うん、いや、でも、久しぶりだよね。そうですね。ざっと25年くらいですかね。9年ぶりとかだよ。ああじゃなくて水族館に来たのがですよ。そっちか。はい、小学校の遠足以来じゃないですか。それあんたはそうだろうけどさ、私なんか遠足なんてどこ行ったのか一つも覚えてないよな。あれ何でしたっけ、これ、あれですよ、あそこ魚が名誉庶民になってる水族館。ああ松島水族館のマンボウね。そうそうそう、マンボマンボウーマンボ。そう、蝶々より有名だった。あ、そっかそっか、松島生まれでしょ、ね、先生。あれね、ゆうゆうっての名前。へえ。ここって海の森水族館がいつでできたんですか？震災後。あのね、松島水族館ダメになってここに新しくなったのよ。ダメになったね。津波来たんですか、松島水族館？津波もだけど、どっちかというと地震ね、古、はい、かったからさ、その後。津島水族館の歌ってのがあったね。そんなのあったんですね。マリンピア松島水族館知ってでしょ？いや全然。あ、すみません、楽しかった、楽しそうだった。気づかれるとここにもあんだよ。あ、何がですか？海の森水族館の歌。歌う？水族館の歌まで。僕が苦境しだっただけにね。でもあんたさ、はい、私の授業中なんか 100% 寝てたからね。あでもそれはコーチのせいですからね。何よしお、何朝練がめっちゃきつかったんですよ。朝練、はい、朝練ね。まあね、だから甥っ子がビシビシしごいてたからしょうがないなと思って私目つぶってあげてたってことだからさ、ありがたく思ったよ。でも目つぶってたのは私でしたよ。うまいな。えうまい。私もです。あ、あんたも、はい、だって冷やし中華にマスターですよ。食べるんじゃなくてさ、生きてるクラゲよ。いや、大嫌いです。え、海水浴で刺されたことがあって。そうなんだ。はい、うん、可愛いと思わない？なんかこうね、ふわふわ、ゆらゆらってさ、もうこんな風に生きてきたもんだよね。言ってもいいんすかね。何？十分、ゆらゆら、ふわふわと生きてるように見えるんですよ。だよね。まずいよね。あ、いや、まずいのとかもないです。いや、まずいの。わかんない。自覚はあんのよ。自覚はある。ご愁傷様でしたって言いたいの。それです。こちらこそ、その節は本当に結構なお花を頂戴しましてありがとうございました。あ、でもあれすごいいいアイディアだったよね。貧粛じゃなかったですか？うん、大丈夫だよね。本当ですか？うん、
弟夫婦なんてね、はい、あのユーモアに救われるって言ってたの、うん、いやどうしても帰れなかったんでカナダから、うん、お花だけでもって思って、あでもお花屋さんは大変だったろうね、だって真っ白いお花ばっかりでさ、まん丸にボールみたいに作ってそこにね元ソフトボール部一号ってさ、なんかこれ見ただけで息子がどれだけ慕われてたのか分かって嬉しいって言ってね、全部写真撮ってたよ。あんまりさ家族で過ごす時間なかったのね、あの3人転勤族だからさ、うちの弟。あれ一人息子さんでしたっけ、おうちって。うん、お敵のたびにね、はい、学校変わらせるのかわいそうだからって言って、もう小学校、うん、中学校の時から私のところに居候。あれ中学校からだったんですか。まあ、絶対おばちゃんって呼ぶなよって条件でね。そっちですか。だってね、私20代だよまだその頃、はあ、まあ、離婚したばっかで退屈だったからちょうどよかったんだけどさ。いくつって、うん、ね、なんか雑だなって思ったことあってね。何がですか。うん、だって親の都合でさ、学校変わらせんのかわいそうだって、まあさ、わかるよ、わかるけど、小学校卒業したばっかりの息子、一人息子をさ、姉の男とはいえさ、もっと預けちゃうもんかねと思って、で本人もさ、なんかさほどなんとも思ってないようなんだよね。よっぽど居心地よかったとか。っていうかね、はい、ご飯食わしたらあっという間に懐いたから。なあれだね、よくこの時期に帰れたね。あ、もう帰らざるを得なかったんですよ。なんでビザの書き換え。あ、そういうのあるんだ。はい、ちなみに、うん、どうして連絡くれたんですか。うん、ちょっとね、はい、渡したいものってさ。あら、誕生日は9月ですよ。あら、大丈夫よ、プレゼントなんかじゃないわよ。行ってみただけですよ。え、9月って来月、はい、はい。何歳なの。35ですよ。それと10歳違うんだ。そうですね。はい、これ。わー、何かな。お見合い写真だったりして。まあ、近いかな。マジで。どうですか、私。私に隠れて付き合ってた。いやいやいや、何何何何何、付き合ってない。本当に。本当ですよ。じゃあなんで出くんでんの。いや、だからこれはあれ、私だけ知らなかったってこと。ちょ説明させてくださいよ。あ、どうぞ。いや、ちょ待ってください。これ花火大会。あ、二人で行ったのね。いや、来てたのないわよ、理由ついて。いや、だってめっちゃうまかったですよ、先生のご作るご飯って。何食べても。
高校の合宿なんかそれだけが目的でしょうね。うん、後ろさまたさ余計なこと言ったからね。合宿には漏れなく姉ちゃんの飯ついてくるなんてさ。それにまんまと釣られて餌付けされてたんですよ私。餌付けした覚えないよ私。もうこの頃そう私吉尾のことなんてね、はい、妖怪腹減らしって呼んでたからね。あいつだけでさもうたくさんだっていうのにあんたそこにあんたらみたいなさ食い地張ったハイエナみたいなやつ女の子わらわらとなあと唐揚げあとカニ玉あと全部何あと全部ってかこれどこにあったんですか、うん、ねはい本の間に挟まってたの本、うん海の中でさ、はい、吉尾のリュック見つかったんだわ。え、今頃っすか、うん、あの奥さんがね、はい、行方不明になった方が潜水士の資格取って自分で探してらっしゃるのよ。見つかったんですか、奥さんは。いや、まだ見たい。でもこうやってね、いろいろ遺品とか見つけてくれてさ、吉尾も見つけてくんないかなと思ってんだけどさ、まあ、でもありがたいけどね、遺品をね、そうやって届けてくださってさ。で、まあその中のね、本に挟まってたの。本か舞踏会って本芥川ですね。私は花火のことを考えていたのです。我々の美のような花火のことを。何だと知ってんのそれ。こう見えても文学少女ですから。お悔やみの時の言葉はおじゃそれコーチ言ったんすからね。え？だから、そう、私もの言葉のことですね。美のような花火って、はい、あいつが、はい、そんな気の利いたこと言ったんだ。はい。やっぱり怪しいよね、あんた。色気より五目散らし。いや、私も聞いたことあるんだけどさ、それ。美は。あれでしょ、フランス語で人生、花火のような儚い人生って意味だよね。どうせ花火のような人生だったら、うん、思いっきり生きてやろうと思って。コーチがね、背中を押してくれたんだと思ってで、カナダ行ったんです。うん、はい、思いっきり生きてたでしょあんた。実業団入ってオリンピックでメダル取って羨ましかったよ。こっちこそ羨ましかったですよ。うん、あんな美味しいご飯作れてそれを妖怪みたいに食べてくれる人がいて平凡なだけですよ。オリンピック終わった後なんですけど、うん、現役に対して自分もコーチになって、うん、何もない自分に気づいたんですよね、うん、いや家庭とか、うん、あてかその前に夫とか、うん、てかその前に彼氏とか、うん、あでその時コーチに言われて美のような花火、はい、どうせ何もないんだったらこうなんか新しいことしようと思って鈴木って先輩いたんですよ。あー、すごい背の高い子でしょ、はい、ポニーテールしてた。あー、よく覚えてますね。あんたの中では比較的小食だったから分かりやすいですね、うん、あ、でね、その鈴木って先輩が、うん、カナダで物産展やってるんですよ、オーロラって店。ほんとすごいね、はい、前から手伝ってくれないかって言われてたんです。英語話せんの。え、あ、いや、フランス語です。モントリオールなんてフランス語なんです。フランス語か、はい、そっか。パンがないならお菓子をお食べの世界か。相当偏ってますね、それ。あ、いやしかも実際言ってないらしいですよ、あれ。それ、なんすか、マリー・アントワネットさん。うん、あ、そうなんだ、はい、あ、結構誤解されやすいんだよね、彼女。どっちかっつって。あ、でもさ、なんか日本人って若く見られるって言うでしょ。あ、そうなんです。そうなの、本当に、はい、やっぱり。もうそうなんですよ、大学生から声かけられましたからね。本当すごいじゃない、それで、じゃあその先よ。カフェで食事して、うん、カフェでお茶して、うん、カフェでデザート食べて、うん、以上。ただのお食事会でしょうよ。ああ、まあそうですね。え、なんかす
ナンパされたらさ、なんかこう少しはラブ系に発展するんじゃないの。ああ、だって一食いたんすよ。まあいいかと思うじゃないですか。同情するよ、その大学生に。来週また戻るんですよ。カナダに。はい。クラゲ。クラゲね。クラゲってね。はい。英語でゼリーフィッシュって言うんだよ。ゼリーでできてる魚か。後ろも見てんのかな。あ、海の中でクラゲ。後ろいなくなってね。作る張り合いゼロになった。やっぱりちゃんと食べてないでしょ。カップラーメンで1ヶ月過ごしたことあった。コーチ聞いたらがっかりしますよ。ていうかさ、あんたじゃなかったんだよね。何がですか。あいつさ、ちゃんと恋愛してたのかな。中学、高校、大学終わって講師になってからもね、ただいまじゃなくて腹減ったって帰ってくるのね。彼女の彼女も聞いたことないのね。だから私が作ったご飯ガツガツ食べてるとこしか浮かんでこないのね。終わった一生ってさ、なんかアホ悲しくない。悲しくなったらいいです。アホでもないです。好きな女の一人もいないまま死んでったのか、あいつは。それでも幸せだったに決まってますよ。あんな美味しいご飯毎日食べてたんだから。人いなくなった震災の夜にいない、震災の日にいない、はい、白いふわっとしたもの見えてきたんだよね。白いふわっとしたもの、うん、それ先生じゃないですか。なんかクラゲみたいなのが。おー、やめてください、ほら、ダメ。普通耳塞ぐんじゃないの。水クラゲですか。水クラゲですよ。大きいですよね。大きいね。はい。縦になったり横になったり、開いて閉じて開いて閉じて、何考えてんだろうね。え、クラゲ、うん、何も考えてないじゃないですか。考えてるよ。今日はどんな餌のプラン。
もさ、なんていうの、その食に対する執念っていうか、いやー、ずっと気を使ってますからね、食事には、現役時代。おお、そこはさすがアスリートだね。はい、うん、あ、でも現役にいた人って20キロ太ったんですよ。え、20キロ太ったの、はい、え、見えないよ。戻りましたって。ああ、そっか。さすがにヤバいと思ってトレーニング始めましょう。今でも毎日腕立て100回です。ちょっと何やってんの、あんた。俺が将棋に見えます。え、ちょっと、誰か来たら恥ずかしいから誰も来ないじゃん。先生もやって。いや、やだ。やだもん、山田もない。いや、いいって。いいからやる。ピアノ弾けんだから。次腹筋もみます。痛くない、やっぱり、うん、久々にいい汗くらい嫌な汗かいた。あ、戻って先生。ああ、大丈夫ですか。大丈夫はないよ。もう何しゃ、何しゃべってたか忘れちゃったって。ああ、そうだ、クラゲが何考えてんだかって話ですよ。ああ、そうだよ、それだよ。目の前に女が二人、一人は筋肉質でいい体してんな、もう一人も筋張ってていい出汁取れそうだな。どっちがいい女かな。まあ、どっちもどっちだな。花火に見えない？見える。私はもう海の中でこんな花火見てるといいな。夏の花火だったらいいと思わない？パッと咲いてパッと散ってさ、ね。何言ってんですか、うん、フランスではね、うん、本当に人生も恋も楽しめるのは大人になってからって言われてるんですよ。十分すぎるほど大人ですよ。まだまだこれからじゃないですか。その、はい、そのフランス語でナンパされて、はい、それをお食事会で終わらせてあなたに言われたくないよ。いやいや、もうそれはあれじゃないですか。全然説得力ないからね。ちぎれもないからね。じゃあ今後の私に期待してください。おお、言ったね、期待してる。おお、逐一報告しますからね。ああ、待って待ってるか。誰と何食べたのね。だからそこからね、そこから離れようよ。ね、これから行ってみましょうよ、花火大会。あ、そっか、今日港祭り。はい、行きましょう行きましょう。いやいや、ちょ本当にダメなの、人混み。あ、じゃあ高校の屋上から見ましょうよ。よく見たじゃないですか、合宿の時あそこら人来ない。いやいや、ちょっとやめてよ、そんなとこで見つかったらさ、元教師が。あ、悪いでしょ。大丈夫ですよ、これ私、名誉町民ですよ。関係あるの？これでね、これ頼まれたんですよ。後輩たちの前で体育館でオリンピックの話してくれって言われて、でその時にグラウンドに行ってちゃんとチェックしてきたんですよ。ゲートの隙間。あ、だもん、ちょっとどこチェックしてんの、あんた。いや、懐かしいなって思って、変わってないですよ、あそこ。だから、忍び込めますよ、非常階段を持って。あの非常階段。行くか？見つかっても何か盗むわけじゃないし、それに。マンボウ。
目よちょ見たもんな。はい、よし行こう。はい、よいしょ。はい、ゴー。ちょっと。よし、ちょっと入ったね。か、盆踊りの歌。いや、久々だなや。今日はな、あれから初めての港祭りなのさ。花火もな、天国から見えるようにつっていつもより派手に打ち上げたぞ。遠野流しは昔はただただご先祖さんに向けて流したけどもな、今年はあの日いなくなった人たちに向けて流すべってことになってな。だからこうやって自分で絵描いてんのさ。なんだかその方が思い込められて。昔、なんだっけあれ、一緒に見た映画、あれだもんね、亡くなった奥さんに向けてな、瓶の中に手紙入れて海に流すやつ。誰だっけあれ、ケビン・コスナーが出たの。あんた、メッセージインアボトルだ。つと差し詰め俺は、ケビン・コスナーがは、似合わねえ。つとこいつは、メッセージインアトーロってとこだっちゃな。おい、元気かい。いなくなった人に元気がつのもおかしいか。ほんでも元気か。おめえ帰ってきたらな、話したこといっぱいあったのに。何話したらいいんだべ。ああ、んだんだ、サスケ帰ってきたぞ。で、なんと言ってる最初は猫の話なんだよ。ほんでもおめえ心配したからな、震災の前の日に急にいなくなってな。俺たちの子供が悪いだしな。波引いてな、一瞬たぶりしてからか、痩せこけて泥だらけになってひょっこり消えてきたのさ。忍者みでな黒猫だからサスケって名前つけてやったのにな、あんでは灰猫だったな。やっぱ動物の観察で分かったんだべな、つまみくんの。おめもな、にゃんこみでくひょっこり消えてくといいのにな。おめえまだ見つかんねえから葬式あげてねえんだよ。だから位牌もねえのさ。あ、位牌っちゅえばな、昔ばあちゃんがさ、じいちゃんの位牌に向かってお茶っ子二人分用意してずっと話しかねりしたな。ほんである時あんまり投げんでな、見てみたら座布団に正座して眠かきしたよ。ほんで時々ふんふんふん
ふんふんって笑ってんだな。ありゃじいちゃんとなんだかいいことしたんだべな。うん、俺はとりあえず元気だっちゃ。元気満帆。仕事は相変わらずのタクシーのうんちゃん。サスケも元気だよ、もう丸々太ってな。ほれ、あっちの浜でな、宵祭りやってんのさ。灯籠もいっぺん流せってんで、俺の灯籠と紛れんのやんだっちゃ。だから、この船着き場からな、一人で流すことにしたのさ。ここはな、いつもおめば探しに船出すとこなんだよ。今俺な、おめば探してんだ。先生氏の下部とってな、休みのたんびに潜ってんのさ。震災直後はな、自衛隊からボランティアまでみんなして行方不明の人探してくれてたけどもな、だんだんと優れなくなってな、まだ2000人以上見つかってねっつうのにさ。だからいても立ってもいらなくなって、ね、自分で探すことにしたんだよ。ほんでもね、でさ、お前はなかなか見つかねえな。涙は人間が作った一番小さな海ですだけが、これおめの杉だった寺山修司さんのな、世界で一番短い叙情詩なんだよなんて教えたけども、いや叙情詩って何のことかよく分かんなかったんだけども、中身だけは覚えてんのさ。不思議なもんだな、おめいねくだってからの方がさ、おめの杉だった本だの映画だのボロッと喋った言葉だの何だろうかんだの思い出してしまうんだからな。テレビなんか見ててもさ、あテレビって言えばあの買ったばかりの新しいテレビ津波でダメになったよ。うちは流さなかったんだけどもな、これ1階の真ん中ぐらいまで波来て家電全滅だったな。せっかくおめと2人で杉の映画見っぺと思って買ったのにな。やっぱりああでもねこうでもねって言いながら見るの醍醐味だっちゃ。一人で見てもさっぱ盛り上がんねえのさ。おめの勤めてた信用組合もなやっと再建されてさ、こないだ近くまで行って見てきたんだよ。前と同じように3階に屋上もあってな、おめはな3階で屋上で弁当くんの杉だって言ってたからさ、なんだっけ、海見ながら潮風に吹かれてマーメイド弁当なんだよなんて言ってたけども、まさかあそこまで波食ったわな。どんなに寒かったべ、どんなにおっかねかったべな。俺がもうちょっと早く助けに行ってればな。あの日は登米の石の森章太郎ふるさと記念館でお客さんを落としてこっちに戻ってくる途中だったのさ、地震来たのが。すぐおめんとこに向かったんだけども、道はガタガタでな、橋なんて道から打ったんだよ。やっと山道抜けて真面目へととこさ来たら、真っ黒い泥だか涙がわかんねえもんの中にマジ沈んでたんだ。そこさ、恐ろしい群れ真っ白い雪降ってきて、白黒の世界さな。地獄っつのはいな、色のねえ世界なんだべな。それからどこさ行っても何見ても風景から色抜け落ちたような気してさ。
きでいっぺだったんだよ。片付けんのに10年はかかるって言われてた瓦礫は3年でなくなったけども、3年でなくなるって言われてた仮設住宅はまだいっぺ人住んでんのさ。こいつわかっかな、沖縄の花ハイビスカスだ。あれ新婚旅行の時に二人で一緒に見たべ。まだ連れてっからって言ったのに約束守れなかったな。サスケとでもいいかな。震災から1年ぐらいしてからか、こっちから流さった船が沖縄で見つかったってことだってさ。もしかしておめえも沖縄の方まで流さったんじゃないか。行き出がってたからさ。なんだったら、はあ、こっちよりあったけえがないんだな。沖縄は綺麗だったよな。花も魚も海も空も色と光に満ち溢れたな。天国ってあいなとこなんだべな。そういえば旅行ガイドさんから聞いたよな、沖縄にはニライカナイチで天国があるんだってな。遥か海の彼方にあってニライカナイに行った魂は残さった家族の守護霊になってくれんだってな。おめえも見守ってくれんのか。天国なの魂なのって信じない男だったのにな俺は。震災からしばらくしてな、やっと燃料手に入ったと思ったら、これ避難所周りだの買い出しだのって昼よりねっくり忙しくてさ、ある晩な赤ん坊抱いて若いお母ちゃん乗っけたんだよ。そしたら浜の方の住所だからな、そこはもう津波で何もなくなったところだったんだけども、連れてって下ろしたらな海の方に歩いてくるんだよな。いや気になって追っかけてって、お客さんどうしたのっしゃって聞いたっけ。運転手さん私死んだんですかね。いやお客さん何語ってんのって言ったら目の前でずっと海の方に消えてったんだよ。仏さんだったんだな。ほんでもな不思議とお金とは思わねえだったのさ。もしおめえ乗ってきたらな、沖縄だろうがどうだろうが連れてったのにな。俺のタクシーはな水陸両用だから大丈夫だ。朝から賑やかだったんだぞ。たくさんの船がな大漁旗いっぺつけて港の中巡ってたのさ。色とりどりに輝いててな、中にはでっけえ鯉のぼりつけてる船もあってさ、いねくなった子供たちのためなんだと風に吹かれて海の上元気を置いたんだよ。それ見てたらな世の中はこんなに色で溢れてるってしみじみ思ってさ、午後からまたおめ探しに潜ったんだけども、海藻は深緑、ホヤはレンガ色の中に輝くオレンジ色、魚の群れは銀色って感じることできたのさ。海から顔出してな、クラゲ見てくプカプカ浮かんでたら
海も空も真っ青だった。じゃじゃん、こいつ覚えてっか。沖縄の海で拾ったべ。こうやって耳さでっと沖縄の風さんの音がするなんて言ってたな。こいつ入れてやっからさ、水先案内になってけたいな。はい、風の音頼りに進んでいってください。手は下手くそだけども、絵はなかなかだな。始まったな。みんなでっけ花火見てく。派手な光ではねえけども、俺のプレミアム灯籠だから、きっと見つけてけどな。